あー、クローズちゃんこういう技か。はい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 。出が早いね。範囲は狭いけど出が早い。さあそこだ。ヨシは2連撃だけど、ね、私に任せて。ヨシアの場合だと2連撃だから、1撃で倒せるやつは2回攻撃で即死させれるんだよね。それとは違ってクローズちゃんは一発か。なるほどね。さあ行くか、アイナ街道。アイナさんが痩せで出てくることあるのかな。ルアン氏、エアンレッテル氏、うん。アイナ街道って意図的な名前だよね。なんか絶対狙った名前だよね、ファルコム。完全にアイナさんのことを。アイナさんの家が実は大金持ちで、大金持ちってか鉱石、物出ない。大丈夫か。八人の牙。あー、これいい。これいいな。これいいな。ヨシはいつけるか。必殺の刃と被るか。妨害よりこっちだな。時でしょ。あ、やっぱ被んのか。被るのか。悩ましいな。まだ、クリティカルがいいかな。うん。じゃ、化け物がいる。化け物がいる。怖い、怖い。なんなの、この地方。化け物しかいねえよ。なんなのよ。化け物話し飼いにしないでよ。もう、怖い。アイナさんの家が実は功績を立てて、この道を切り開いたから名前を付けられた。その可能性のがあるな。アイナさん実はすごい実力者なんじゃないかな、やっぱ。地元じゃ、有名人みたいな地元じゃ俺ちょっと有名人みたいな感じなんじゃないかな何？どっちがどっちだった？どっちが南でどっちが北ですか？どっちがどっちですか？よくわからないですけど、とりあえず行きましょう。こっちね。あ、違う、こっちにあるじゃん。紺碧の塔。あ、塔か。今回行くのやめていいっすかちょっと塔ガチでやばいんで、今までの経験上塔は地獄のように強いので、ちょっと今回普通のマップですら地獄なので、そう、もうちょっと様子見たい。紺碧の塔あんのね、あそこに。エアレッテン石書。あ、近いね。よかった、方全然近い。さっきから中が騒がしいな。何が起きてんだろう。まああの人が来てるんだよね。お前門番の意味あんのかな、普通に通しちゃって。よく聞こえないな。メルケス。まったく、どうなっちゃうのかしら。この石書自体が滝なのか。後ろ、王国軍も結局は偉い人に弱いってことか。ああ、聞き耳立ててる。大神が初めて来た時のアイリスとサクラちゃんみたいな。うん、あの人たち何やってんだろう。扉にコップ当てて耳立ててる。見たところ一般の旅行者みたいだけど。あ、後ろのシモン君じゃないの。それより、それより何。守備隊の人たちが一人もいない方が気になる。ああ、まずいね、それは。あ、そういえば、それまずいですね。何か事件かな。さあわからないけど、少なくとも一人二人は残しとかないと連絡がかかる。とにかく守備隊の人を見つけて事情を聞いた方が良さそうだね。明らかに中じゃないの、そこの、うん、そうね。明らかにこの中じゃないの。あ、開くのこれ。開くの。いらっしゃい、いらっしゃい。安いよ、安いよ。今日はキャベツが安いよ、リルーちゃん。買いにおいでこれなんだろう、二つマークがある。国が併合されたってこと、そういう場所なんだっけ。ちょっと覚えてないけど。2階か。うわー、滝だー。あれ？あれ？なんかみんないるじゃん。みんないるね。ああいうわがままな人ってどこにでもいるよな。うん、まあ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 、お偉いさんね。困ったものね。テアちゃんね。テアって名前かわいいね。なんか、テアちゃんかわいいな、名前が。わー、すーげー。すげえイースでもあった気がするそれで閣下のお気持ちに変化は。閣下ね、ハーン隊長。これあれか、羊さんか。閣下は一度言い出したら手こでも動かないお方。滝へ飛び込みたいってこと、認めちゃえよ。なんとかしてお気持ちを変えぬ限り、ここにお泊まりになると思います。泊まりたいのね。そうか、えらい迷惑それでは遊撃士が来るまで手の打ちようがないな。はい、残念ながら。では私はこれで。遊撃士有能すぎないか。そんなも対応すんの。え、私たちですか。あれ、今の人どっかで。おお、君たちは。
もしや遊撃士ではないか。何のことですかね。よく来てくれた。意味がわかりませんね。私は帰っていいですか。守備隊隊長のハーンだ。隊長か。あ、はじめまして、準遊撃士のエステルよ。同じくヨシュアです。同じくミッカです。掲示板には迷惑な旅行者がいると出ていたようですが迷惑な旅行者扱いなんだ。ああ、そうなんだ。実はタチの悪い旅行者がいてなその人物の対処に困ってるんだよ。よかったら君たちの力を貸してもらえないだろうか。いいえ。ごめん、ちょっと今は無理なんだそうか、だがそれは困ったな。すげえ、友達みたいな感覚で言ったな。もうしばらく自分たちだけで頑張ってみるが、とてもうまくいくとは思え。手が空いたら早く戻ってきてくれたまえ。はい、わかりました。うん、よろしくな。隊長、それでいいんだ。優しいな隊長。それでいいんだ、それでいいんだ。そっか、話聞けるな。なんだかとんでもない人が関所に来てるらしいね、ニックス。鍵か。鍵じゃねえ、閉ざされているって書かれた。こっから上がってきたのね。ちょっとまさか進む、こっちで進むと思ってなかったから、ちょっとこっちの人の話聞いてない。もし遊撃士まで偉い人に弱かった、もう先真っ暗だよ。どういうこと、君たちが泊まりたいってこと、邪魔されてんの。もうどうにかしてほしいわよ。部屋開けろって言われてんのかな。鍵穴から中が見えないかな。それは実際は見えないでしょ。向こうが貫通してるわけじゃないでしょ。何やったの何休むって外が随分と騒がしいね。おった、誰か揉め事でも起こしてるのかい。お前は知らないんかい。これただで泊まれる。なんで金取んのよ金取んのかよ。関所でしょ、ダメな。あ、結構な人数泊まれるようになったんだね。なるほどね。あ、こっちも。ああ、完全に宿泊施設なんだな、それでも。だったらなんかバカ一人泊めるぐらいはできるけど、めんどくせえのか純粋にめんどくせえのか、嫌がられてるのか。もう手は空いたから。いいよ。よかったら。あ、待って。ごめん。ごめんごめんごめん。待って、街道の魔物っていたよね。そっち先に倒してこようよ。街道の魔物いたよね。レッテン関所トラブル。これは、あれこれ普通のクエスト？アイナ街道の魔物はいいよね。魔物じゃ倒しに行こう。あれこれ普通のクエストなのか、メインクエストじゃないの。あ、そっか、学祭か。あ、じゃあいいや。じゃあ受けよう。もう手、よかった。ストーリー進まないなら、よく OK。ありがとう。助かるよ。よし、それでは詳しいことは下で話すとしよう。てか、サフィールさん盗んだのは誰なんだろうね。全く手がかりないんだけど。強いて言うなら、ここのお偉いさんじゃねえのか。欲しいっつって。状況に進展はなさそうだな。あそこにいる人たちは何か関係があるの？追い出されたの？彼らは今回の事件に巻き込まれた被害者だよ。ああ、なんかそれっぽい発言。問題の旅行者は今は食堂の中に。あそこは食堂か。食堂？なあ、なんとか説得しようと思ってね。部下たちに頑張ってもらっているところだ。睡眠薬入りのなんか食べさせればいいんじゃないの？説得って、ねえ、その問題の旅行者って一体どんな人なの？エステルちゃん、察して察して。実はな、予測して。ホテルの人言ってたじゃん。おい、まあイライラするわな。君はここの責任者だろう。早くなんとかしたまえ。まあまあそうなってくるよね。でも軍人に対してその口の聞き方も結構勇気いるけどね。あんな横暴を許していいのか。王国軍は市民の味方なんでしょ。あ、税金で働いてんでしょっていう。金出てんだろうって。だったらどうにかしなさいよ。まあ、あれだけど。ちょっと皆さん。まあ気が立ってんだな、完全に。皆さん落ち着いて。落ち着いていられるか。わかりましたから少し離れて。エステちゃん素早い機敏に避けたな。ヨシは大丈夫？あ、いいね、女の子を守るヨシは。ここはいいから、とにかくエステルたちは食堂の様子を見てきて。ヨシはなしで行ってこいってこと。うん、分かった。ガールズで行くしかない。よし、行こう。うん。トバインだったら尺せよって言うぞ。まあ、やめとこやめとこ。違うゲームの話だからやめとこ。やめとこやめとこ。ん？兵隊さんに当たってもしょうがないのにな。まあ、気持ちはわかるけどさ。まあそうだね。ご飯食べれないっていう状況ってこと？今。
あいつが占拠してるせいで。それ聞いたつわな、腹減ってきて。エステル、イライラもするな。早く食堂の。はい、すいません、すいませんでした。じゃここの様子を見といていい？いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。いいな、これ入れるんだ。へぇ。まあ、だよね。だからさ、宿泊所や食堂を貸し切りにしちまったら、他の客に迷惑がかかるだろう。どうしてその辺のことがわかんねえのかな。やばい、やばいな。セサルさん、なんかモブのパッチリだけど、すごい強者の声してるぞ。やばいぞ。なんかイライラ抑えてる感がすごいぞ。こちらの方もこう申しておりますことですし。この人すごい強い。てか、この状況で多分シェフでしょ。怒らせたら飯抜きにされるぞ。やはり予定通り、ルーアンにお戻りになられたら、いかがですか？あ、行く先々でみんなに嫌がられてんだな。黙れ、フィリップ。私はここが気に入ったのだ。何しろ、エアレッテンの滝を間近に望むことができるからな。飛び込めよ、お前も。だからさ、着衣で結構怒り抑えてんな、あの人。ゲゲゲゲだ、誰かと思えばわがまま公爵じゃない。我が子。ん？おっと、遊撃士さんじゃないか。遅かったな、待ってたぜ。オービットさんじゃなくて、この人がムニエル公ポジションか、ムニポジか。タチの悪い旅行者ってひょっとしてあれのこと？他に誰がいるってんだよ。とりあえず後ろから一発殴って、気づかせる前に気絶させればいいんじゃない？納得。道理でさっき隊長さんと話してた人に見覚えがあったわけね。あの公爵さん、ここに泊まると言い出してな。橋一あるよな。食堂と宿泊所を貸し切りにしろって言い張るんだよ。ほんと底なしのわがままね。まったく困ったお方ですね。まあ、周りの人からすればこいつと関わりたくないから、貸し切りはある意味助かるのかもしれないけどな。1時間だけだみたいな。王族が泊まるからって一般の旅行者を野宿させるわけにいかないだろ。まあ、丸1日ってか、いる間ずっとは勘弁してほしいな。というわけで正義の味方にご登場願ったのさ。なんとかあの公爵さんをルーアンに帰るよう説得してくれよ。正義執行すればいいんですか？私は？エステルちゃんがか、ヨシワじゃなくて、いけるかこれ。交渉ごとも遊撃士の仕事の一つだろ。荒技じゃダメってことね。なるほどね、会話術も。あいにく俺たち兵士は剣と銃の訓練しか受けてないんでね。私棒の訓練しかしてないんだけど。あ、私だって交渉の訓練なんて受けてないわよ。そりゃ少しはコツみたいなものを教わったことはあるけど。あったっけ？そんなあったの？そういうのってヨシアに任せてたし。かわいい、かわいい。でもエステルさん、このまま放っておくわけにも。クローゼちゃんの方がまだ交渉できそうだけど。なあ、頼むよ。だからヨシアは離脱したのか。ここでエステルちゃん一人で交渉術を鍛えていくっていう。もう仕方ないわね。なるほどな。いけるかな。ここはやるしかないか。いいな。おう、そう言ってくれると信じてたぜ。楽しそうだな。はっきり言っとくけど、全然自信ないんだからね。期待しないでよ。ハードル下げとこ。エステルさんなら大丈夫ですよ。え、これ俺が選ぶってんかあんの？うん、ありがとう。よし、ダメ元で精一杯頑張ってみるわ。さあ行くか。対戦お願いします。あなたはこの間の。うん、お久しぶり。まずはね、友好的にね。相変わらず大変そうね。まず相手の気持ちになって。ん？フィリップ、誰と喋っておる？とにかく最初が肝心ね。そうだ、グーパンだな、まず。やっほー公爵さん、閣下お迎えに参りました。やっほー公爵さん。選べと言わんばかりに。次期国王の私に向かってそのような挨拶をするとは、無知にも程があるというものだぞ。次期国王に部屋を貸した私に向かってそのような口遣いとは、無知にも程があるというものだぞ。まあよい。委員会で何用であるか。心が広いのやら狭いのやら。うん、公爵さんもお迎えに来たんだ。さあ地獄まで。迎えだと？そんなものを命じた覚えはないぞ。命ぜられる前に動くのが大事だろう。大体どこから迎えに来たのだ？
しちゃおてよ。押し付ける気だ。押し付ける気か。どうしようかな。どうしようかな。ちょっと全失敗すると殺されそうだからな。だけど刺されそうだからこっちにしとく。ホテルブランシェよ。迎えに行くようにってオーナーに頼まれたんだ。うまいうまいうまい、エステルちゃん。そうか。それはご苦労なことだな。だが今夜はルーアンには戻らぬぞ。このエアレッテに泊まると決めたのだ。でも今夜は市長邸で晩餐会が開かれるそうよ。次期国王が来るのをみんな楽しみに待ってるって。おー、エステルッチ、エステルッチ、いつからそんな口達者になったの。あー、それならいつまででも待たせておけばよい。こいつ晩餐会には飽きたからな。もう絶対に行かんぞ。最後の晩餐にしてやろうか。お前そんなところに出向くよりここで滝を眺めていた方がよほど面白いというものだ。旅の途中で一人公爵がいなくなってもまあそれは歴史上よくあることだからっていうようにならない。滝の下から死体が浮かんできても。なかなか高尚な趣味であろう。でもこんな場所に次期国王が泊まるなんてちょっとまずいんじゃない。きっと豪勢な料理なんて出ないと思うし。まあ、ちょっとみんな抑えてね。ちょっと横のシェフの方がちょっとイラついてそう。うん。そう大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。そっち側。居心地を良くするだけの話。なんでそういうとこだけ仕事できるようなこと言ってんの。なんなのそれ。フィリップ。はい、フィリップ。はい。大至急宿泊の準備をしろ。ルーアンのホテルに連絡し、この関所まで。ベッドを届けさせるのだ。やばいやばいやばい、悪化した。合わせて一流の料理人と新鮮な食材も忘れずにな。はあ？それから兵士どもを集めてこの食堂を掃除させるのだ。ゴミはお前だぞ。捨てられるのお前だぞ。一番最初に滝の下に捨てられるのお前だぞ。黙れフィリップ。髪の毛外したのかお前。次期国王である私が宿泊するのだぞ。それぐらいの準備は当然だ。じゃ国王来ない。もうこの勢いで国王来いよ。ここに女王様。いい加減にしなさいよ。来た返してるじゃん。ん、こっちが下手に出ればつけ上がっちゃってさ。出てたかな。まあ出てたか。エステルちゃんにしてはかなり抑えたな。フィリップさんがいなきゃ何にもできないくせに。一人で滝ぐらい泳いでみろよ。滝登りしてみろ。さすがエステルさん。褒めてる。あれでも下手に出ていたんですね。結構毒舌ね、心の中で。クローゼちゃん、この身の程知らずが。こら兵士ども、何をしておる。仕事してんだよ。早くこやつをつまみ出せ。つまみ出されんのは、出されんのはあんたの方よ。トゥルルルルンってバトルにならないかな。これでなってくれればいいんだけど。今のうちにこいつの心にトラウマを植え付けといた方が、なんか後々有利に働くと見た。エステルちゃん目怖くない？なんか。なんか赤くなってんだけど。どりゃー、元から赤かったわ。オッケーオッケー。トラウマ植え付けとこう。抑えて。ま、そういうことなら仕方がない。ヨシワがまとめたのか。あ、何やらもう。どうでもよくなってきたからな。後ろの押さえてるのが可愛くてちょっと永遠に見てられるな。フィリップ、ではルーアンへ帰るぞ。お前の吹き出し邪魔なんだけど。はい、それがよろしいかと。なん、どういう交渉したの。 ありがとうございました。はい、長生きしてね。こちらこそすみませんでした。公爵にお怪我がなくて幸いです。そちらのお嬢様のおかげです。アオヤというところで引き止めてくださいましたので。フィリップ、何をしておる。仕事してんだっつってんだろうが。では失礼いたします。はい、はあ、ようやく、はあ、帰ってくれましたね。まだここに鬼がいるよ。怒ってる子がいるよ。エステルちゃん、なんか向いてる方向ちゃんと変わってるもんな。公爵出てった方向に、ね、変わってたのよ。この嬢ちゃんもさすがに切れちゃってさ、奴のドタマめがけてロットを振りかぶったんですよ。みんな結構すっきりしてんだろうな。それを見た時の野郎の顔といったらもう。みんな気持ちいいんだろうな。まあ結局もう一人の嬢ちゃんが止めに入っちゃったんですけどね。いいんじゃないのかな。エステルちゃんが悪役になったっていうことで。うん、
そういうことか。そういう交渉術だったんだよ。派手に騒ぐような音が聞こえたから心配していたが、実際に危害を加えたわけではないんだな。ええ、未遂ってやつです。心にトラウマだけいっぱい植え付けてやんだよ。ほんと面目ない。 S ブレイクが溜まってなかったの。すみませんでした。 S クラフトか。いや、そもそもこの騒動の原因は公爵閣下のわがままなんだ。これお金下がる。しかし君たちが必要以上に責任を感じることはない。ただ今後はくれぐれも軽はずみな行動を控えてくれたまえ。う、肝に銘じておきます。クローゼさんも止めてくれてありがとう。うん、気にしないでください。確かに暴力は良くないですけど、工作さんの態度はあんまりです。確かに方法に問題はあったが、一般の旅行客を助けることはできたんだ。それについては我々一同君たちに感謝しているよ。うん、ありがとう。よかった、その言葉を聞いたらちょっと元気が出てきたわ。まったく変わり身が早いんだから。ま、それがエステルのいいところなんだけど。では本当に今日はご苦労だったね。これからも任務に励んでくれたまえ。うん、それじゃあね。では失礼します。これは評価どうなんだろうね。これなんか PP ポイント、ブレイサーポイント下がってんのかな。たまにこういう選択肢系あるよね。よくわかんないけどね。なんか下がってんのかね。なんか失敗しちゃってることもあんのかな。どれだ、これか。うん、スクロールか。タッチの悪い旅行者で、これあれか、エステルちゃんのメモ書いてあんのか。うわ、これ読もう、後で読もうか。書いてあんのか、終わった後にも。頑張って説得するしかない。でもなんとか帰ってもらえた。失敗扱いになってんだ。そっか、後で読もう。ちょっと読もう。動画にするか別にして読もう。金持ちそうなおじさんが文句言いながら出て行ったけど、何があったんだい。お前だけ平和だな。よかったな、巻き込まれなくて。はあ、あの方がアリシア女王の甥とは。今回も私の伝えた伝令が元で事件になってしまいました。と、食事の時に副長にからかわれそうです。そっか、行くの、開いた。いいのこれ、こんにちは、いいの入って。はあ、ここで静かに考え事をするために来たのにな。あの公爵のせいで何を考えに来たのかすっかり忘れちゃったよ。まあ、嫌なことを忘れようとしてきたんだったら、もっと嫌なことで上書きされたからいいのかな。それはいいのかな。せっかくの旅行気分が台無しよ。訴えてやる。あ、旅行に来たら、来てたんだったらちょっとやっぱ嫌だね。遊撃士が解決してくれたらしいね。ここよ。あのわがままな人相手にどう解決したのか知らないけど、やっぱり頼りになる、なるよな。どう解決したの本当に、ロシアたちは。どうやったんだろうな。あなたたちが解決してくれたの。さすが遊撃士さんね。エステルちゃんの心にグキってきてるな。みんなに言われるためにグキってきてるな。諸君、今回はご苦労だったね。やれやれ、大変な一日になってしまったよ。随分と長い間騒がしかったね。何があったのか後で副長に聞いてみようかな。お前は平和だね。なんか門番とこの人だけは平和なんだな。ブッハッハッハ、嬢ちゃんスカッとしたぜ。副長はオッケーなんだ。ブレイサーにも面白いのがいるもんだな。それにしてもどうしてあんなのが王家に生まれちゃったのかね。次期国王とか言ってたけど、冗談は髪型だけにしてほしいぜ。いやー、いないとこですげー言われてるね。まったく困ったおっさんもいたもんだ。公共の場ってものがどういうものか分かってないよな。怒ってたもんな、セサルさんは。そっか、なんかある、いいの。あら、新しい、初めて見るのだ。欲しいわ。サラダサンドはどこでも売ってるのね。なんかあれが王家の人間だなんて、よその国の人たちには見せたくないよな。国の恥になっている。国の恥になってるな。隊長と副長が必死でさっきの報告書を書いてたよ。公爵って噂じゃ聞いてたけど、とんでもない人だよね。
今日俺検問の当番でよかったよ。そっか、お前が通してくれないのよここ次の地方に。なるほどね。あんなん来てさ、嵐野に来て去ってって報告書書かなきゃいけないの、どえらい仕事増やして帰ってくる超迷惑な人じゃんそんな。なんだそれ、めちゃくちゃ迷惑じゃん本当。